縮図あふれるステージに可憐に咲かせる愛の花。99期生愛情カレン、みんなをスターライトしちゃいます。人には定めの星がある。きら星、明け星、流れ星、己の星は見えずとも、見上げる私は今日限り。99期生星見純奈、掴んでみせます、自分星。一度負けたら終わりかと思ってた。舞台少女にはそれぞれの個性があり、その中からトップスターを選ぶためのオーディションです。トップスター、それは運命の舞台に立つもの。無限のきらめきを放ち、時を超えて輝き続ける永遠の主役。主役？トップスターになれば、私が私の運命の主役になれる。星見さん、リベンジよ。愛情さん、それではオーディション2日目、渇望のレビューの開演です。トップスターを目指して歌って踊って奪い合いましょう。必ず私がスターに、主役に。ずっと勉強ばかりしてきた私が初めて見つけたひらめく夢。偉い人、賢い子じゃない、私だけの星。出会ってしまった、巡り合ってしまった。あの日私は生まれ変わったの、舞台少女に。でもどんなに努力してもいつだって届かなかった。前を走り続けるあの人たちには、スターになるためなら私は、マネキン、また。このまま埋もれてなんかいられない、絶対に追いついてみせる。チャンス、私はこのチャンスを逃さない、絶対に逃せない。私は私の星を手に入れる、私の舞台を終わらせないために。決める。なんだよ、一度で終わりなんかじゃない。私たちは何度だって舞台に立てる。情熱ときらめき、わかります。
それが舞台少女の力。諦めない。私だって舞台少女よ。私だってスターになりたいの。私はひかりちゃんと二人でスターになる。少しだけが未来を知っているのなら、空を見上げてそっと手を伸ばす。ポジションゼロ。オーディション2日目終了します。彼女がなぜ初めから選ばれてなかったのか分かりました。二人で一つの運命。ごめん。